皆さんこんにちは、丸山くるみです。今日は5月のお気に入りを紹介していこうと思います。よかったら最後まで見ていただけると嬉しいです。ではまず一つ目はこちらのこんな感じ、形が気に入っていて、この V のブラウス、このウエストが高い位置でキュッと絞られているデザインで、私はデニム合わせが一番気に入っています。肩もふんわりしているデザインなので、ガーリーになりがちなところをデニムでちょっとカジュアルダウンして着る着方が最近すごく気に入っていて、購入してよかったなと思っているトップスです。スカートとかに合わせてとことんガーリーに着ている日もあるんですけど、好きな感じはそういった感じです。そしてちょっとタグがないんですけど、こちらのピアスもザラで購入したもので、パールが、縦長いパールがついているゴールドのピアス、こちらもすごく気に入っています。こちらは1990円で購入しました。そして先月に引き続き5月も水着を購入して、じゃじゃん、こういった感じの水着を購入しました。こちらはアバクロで購入しました。トップス上ですね。こちらが下です。裏地もすっごく可愛くて、お花柄、リバーシブルではないんですけど、こういう見えないところも可愛いのっていいですよね。着るときにちょろっと見えるぐらいなんですけど、形がちょっとヘルシーな水着、ヘルシーに着られるようにトレーニングを頑張ろうと思います。色もちょっと落ち着いたカーキのストライプだったり、月光のようなリングがついていて、ちょっと大人っぽい感じの水着かなと思います。夏に着てたくさん遊びたいと思います。そして続いてはこちらです。D アップのキューティクルオイル、ちょっとハーブっぽい、とってもいい香りがします。私は今まで爪のネイルのオイルとかを自分でつけたことがなくて、ネイリストさんがやっぱりオイルをつけると、ささくれとかもそうですし、ネイルの持ちとかも違いますしと教えていただいて、やっぱりハンドケアは指先までしっかりとしていきたいなと思って、初めてオイルを購入してみました。夜寝る前にもつけたりとか、乾燥が気になる時につけたりしているんですけど、やっぱり使い始めて全然、家事で手が結構指先の方とか荒れていたのがだんだんと良くなってきていて、またなくなったら購入したいなと思っています。ドラッグストアで1200円で購入しました。最後はこちらです。こちらは香水を購入しました。棚にたくさんの香りがあって結構迷って、で香水の、好きな香りとかの質問もよくいただいていたんですけど、久しぶりに購入しました。他のブランドのもので今欲しい香水があるんですけど、ちょっとその前にこちらのザラに行った時に購入しました。一度にたくさん使う方ではなく、もう軽くつけるタイプなので、ちょっと全然減ってはないんですけど、オーキッドという香りで、スペインの香水だそうです。30ミリ入って1590円でした。ザラには香りもいろんな種類があって、どれもプチプラ価格で購入できるので、香水が初めての方とかはすごくいいかもしれないなと思います。私も久しぶりなので、ちょっとまずはこの1500円でこちらの香水を購入してみました。香りが伝わったら嬉しいんですけどね。
動画で、うん、すごく甘い香りがします。甘いけど甘ったるいわけじゃなく爽やかな感じの、お近くのザラに香水がある店舗とかだったらぜひ見てみてください。あのテスターというかお試しもできるようになっていたのでおすすめです。以上が5月のお気に入り紹介でした。お洋服や水着やアクセサリーとか、あと香水とか、まあ、いろいろなお買い物をしたんですけど、どれもこれからたくさん活用していきたいなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。本日も最後まで見てくださってありがとうございました。バイバイ。